すいません、昨日めっちゃ寝てて、あのなんかお詫びでも豆2個送ったこんばんは。そう、もも豆を毎日送ってたんですけど、昨日熊本から帰ってきて、でそっからなんかめっちゃもう眠すぎてめっちゃ寝てしまって、すいません、だからもも豆を送れなかったので今日2個送った、見てくださいめっちゃね、なんか信じられないぐらい寝ちゃったなんかめっちゃ寝て、で起きて、ほんでもう一回寝たんですけど、もう一回寝た時めっちゃ怖い夢見て、なんかショールームバンされそうなんですけど、なんかペンギンがめっちゃ暴れん坊のペンギンがおって、なんかあー怖い、ちょっとやっぱやめる、めっちゃ怖かった、めっちゃ怖い夢でしたね。そうで TGC 熊本出演させていただいたんですけど、そう村瀬紗英さんにお会いできました。そう、紗英さんがなんかあの渚さんの卒業コンサートの時に優美さんから、なんかその紗英さんが私のことを可愛いって言ってたっていう風に聞いて、え、マジですかみたいななってて、でもその時にほんまになんかもうチラッと挨拶しかできなくて、お話とかもしたことなくって、紗英さんとまだなんかもう話しかけるのもおこがましいから、もう本当にお会いした時におはようございますとかの挨拶だけやったんですけど、その TGC で久しぶりにお会いして、でそしたらなんかめっちゃなんか超気さくであ、後で写真一緒に撮ろうって言ってくれて撮っちゃいましためっちゃ嬉しかったガチで美人でした。めっちゃもうめっちゃ お綺麗。そうそう、あのめっちゃなんか美人で気さくなん、めっちゃいいなめっちゃ嬉しかったです。あ、だからルームスにもさえさんとのツーショット載せました、見てね、めっちゃ優しい美人でしたなしげさんはねお会いできなかったけど、めっちゃいろんな方いたでめっちゃいろんな方いっぱいいました。あ、おやすみ NMB48 の色紙プレゼント応募した、あ、ありがとうございます。あの私日曜日の夜12時にあのラジオをレギュラー番組持たせていただいているんですけど、岡山、地元のね FM 岡山さん でそこであの色紙のね直筆のプレゼントをね募集応募してるので、来週の日曜日まで応募してるので、皆さんぜひゲットしてください。あのサインとかプラスでなんかめっちゃでっかいの書いてます、私めっちゃ書くの頑張ったんで、よかったら応募してくださいふふふ。熊本は堪能できましたか？え、めっちゃ大変でした。あのまあ詳細はもばめ読んでほしいんですけどとにかく門前払いされまくってお店あのね、なんかケータリングの馬刺しが美味しかったマジで馬刺しのケータリングで馬刺し出て、あ、そのねあのツイートのあの私引用リツイートしてるので、そこに多分応募方法書いてるんでぜひ見てください。ちょっとまた改めてツイートするわ。そうケータリングで馬刺し出てめっちゃ美味しかった。え、なんかその福田さん STU さんの福田さんになんかお弁当取ったって言われて、え、まだ取ってなくて、めっちゃウキウキであの楽屋戻ってきて、さあなんかもう、え、やばい馬刺しあるめっちゃ美味しいから絶対取った方がいいよって言ってくださって、
え、マジと思った。マネージャーさんからちょっとケータリング取りに行こうって連絡来て、一緒に行ったらやばい、馬刺しと馬刺しの握りあるって言って、他にもめっちゃあって、なんかめっちゃいっぱい食べたんですよね。なんか普通になんかすごいいっぱいあった。なんか私はそのお盆がいっぱいだったんでもらわなかったんですけど、ラーメンとかもあって、なんかすごかった。めっちゃ豪華でしたね。ケータリング以外でも美味しいもの食べれた。その後に夜ご飯行こうってなって、馬刺し食べようってなったんですけど、あのお店混みすぎてめっちゃ門前払いされまくって、で行ったお店で、あの海鮮がめっちゃ美味しかった。そこのお店はなんかね、なんかサーモンめっちゃ分厚くてなんか2センチぐらいあった気がする。めっちゃもうこんなんでめっちゃ美味しかった。超美味しかったですね。やっぱ私ご飯食べるの好きなんでなんかそれも堪能できてよかったです。そう、からしれんこんとぐるぐるの何だったっけ、一本のぐるぐるみたいな名前のやつがあって、ちょっと分かる人いないですか。なんかなんかね、食べました。からしれんこんは食べなかった。熊本は何食べても美味しいよね。なんか美味しかった。いや九州ねご飯美味しいよね。いやどこも美味しいんですけどアベマでもケータリングちょっと気象がして、あ本当ですか、すごかった。あでもさつまいものテリーヌみたいなのがあって美味しかったね。あとさ、やかさ、冷蔵庫にさあれ忘れてきてやばい、ちょっとほんと取られそうって思って怖いんですけど、あの冷凍のやつをね、だからレッスン場、なんかレッスン場に私熊本帰った後に、そのなんかまあ仕事とあと練習とかもあってレッスン場に行ったんですよ。でそこで冷凍のやつを冷蔵庫に入れてるんですけど、名前書き忘れて、もう忘れちゃった、マジで今日も忘れちゃった、どうしよう。あのいきなり団子っていうやつあるんですけど、それ買って帰ったんですけど、えずっとやばい、あのレッスン場の冷蔵庫にずっと冷凍してるから早く回収したいんです。もうやばい、ほんと取らんといて、あれだけはほんまに取らんといてほしい。もうツイートしようか迷ってるもん、もう絶対取らんといていやあんな怪しいもん取らんといてくれよって思うけどな、さすがにあれ取ったらやばいけどな、普通に怖いもんいきなりなんか今うちにもある、あもう持ってきてください、本当に。いやもう普通にマジで取らんといてほしいほんまにやめてってあのほんまに正直それはリサが食べたとしても絶対に許せない絶対ダメ、もうやだいや絶対誰も取らないでください、あのフリじゃなくてマジで、あの普通に悲しいめっちゃ悲しいですね、ほんまにやめてほしいな地元にいた時は台湾スーパーにあったけど大阪にいるとない。スーパーにいきなり団子あるんですか。リサでもダメ、もう誰でもダメですよ本当にやばい本当に、もう帰った瞬間に思い出す、あもうまた忘れた、いきなり団子もうほんまにやってしまったいやでもカッチカチなんでね今いやマジ冷蔵庫のものは勝手に食べない方がいいですよだってそのいきなり団子の賞味期限が切れてたらね、みんなお腹痛いじゃないですかね、食べんといてください本当に。そう明日の公演メンバーには、そうあでもお土産買ってるんでちょっともうそっち食べてほしいマジで普通にお土産買ってるんでそっち食べてほしいな そうやばい思い出しちゃった、俺のいきなり団子、いや賞味期限過ぎてますって書いとけばもう書いてたんだらもう持って帰るよ、ゆうみさんの名前を書いておくとか、あのほんまにゆうみさんに怒られそうなんですけど、私アイスめっちゃ取られたから過去に、やからほんまにゆうみさんの名前書こうか迷ったことある、本当に書かんかったけど
やだって普通に取る方が悪いじゃないですかあんま言うのよくないけどそうなんか多分名前がマーカーだからもしかしたら消えてたから取られてたっていうか多分なくなってて気づいたらもうなんかほんまに悲しすぎてもうゆうみさんの名前書いた方がいいんちゃうかなとか思ったことはある。そうでも私も悪いんですよ。だってすぐ食べたらいいものをすぐ食べたらいいものを食べてなかった私も悪いのででもなんか消えてたかも。なんかね冷蔵庫にね真っ赤書いてたら消えるんよね。いやもういいけどもうそうでもゆうみさんやったら絶対食べんやろみんなって思ってそうだね、まあ、もう冷蔵庫ね使わないっていうのがあやぴょん他の人の子食べないですよ。そんなよくないじゃん普通になんかねよくないですよそういうことすんのまあいきなり団子はほんまに頼むでみんなだってさ熊本のいきなり団子にさ急にゆみさんの名前書いてたら意味わからんくない。ゆみさんもえなんで私って絶対なるじゃないですか。いやそんなん絶対しないんですけどメラメラ NMB そのまま出しそうなエピソード確かにいつかね言うかもねいやータレコミみたいなね。うん、ダメちょっともうほんまにダメ。でも私が悪いです普通に冷蔵庫に入れて持って帰ってないからいきなり団子もうやだもう今すぐ取りに行きたい。もう家帰った瞬間にいつも思い出すのもう、いつも帰った瞬間に思い出すあいきなり団子忘れてたって牛カレーは持って帰ったんですもうバカー。あの牛カレーは持って帰りましたちゃんとカレーは持って帰ったもうやっちまった。いやでもねあの安心してください。もう私アイスをその置いてないっていうのとあのいきなり団子はですねあのめっちゃ包装されてるんであれこじ開けてまで食べたい人いないと思う多分え確かに手に書いとこう。ちょ手に書いとこう。あでもあとでお風呂入るか消えるわ。やばいよ本当に。あみんなが対策を考えてくれてる。違うでもほんまに私も悪いのでやばいですよ。いきなり団子をずっと忘れてるよ。リサちゃん、リサちゃん助けて。リサちゃんに会いたいよ。てかなんか全然話違うんですけど、コナンめっちゃ面白いらしいじゃないですか。映画。だから見に行きたい。でもあれってさ、コナンをさ、ちゃんとさ、昔から見てないとさ、あれですか？誰か見た人教えてほしい。でもみんないきなり団子っていう名前にしてください。ツイッターとかさそういうやつ全部いきなり団子って名前にしてください。ほんまに忘れる。リサが興奮してそうリサがめっちゃ面白いみたいな言ってて、あそうリサは行ったら教えてくれるんですよね。あの CM 流れてる瞬間あるじゃないですか。あん時とかにめっちゃ小声でなんかその私全然コナン知らんからあらすじとか教えてくれる。予習さした方が面白いか。やっぱでも1話しか覚えてないんだよね本当に。なんか劇場版誰にも楽しみ。ほんま見に行きたいな。リサケイトさんと行く約束して、うわかわいい。でもリサ私とも行こうなかわいい。頑張って誘ったんかな。予習した方がおもろい。ヘイジとカズハの関係とかキットとコナンの関係とか、ね、キットとコナンは違う人なんですねそのレベルなんで全国のそうあの1話のね
ジェットコースター事件しか私知らないので。赤井さんとかして、あ、わかりますよ、めっちゃ人気ですよね。でも赤井さんと安室さんが混ざってどっちかわかんない時ある。あのあれですね、安室さんが金髪の人で、あ、赤井さんがあれスナイパーの人ですよね。スナイパーの人出てるやつ映画見たよな、やかなんかリニアのやつで見て、あ、すげえ すげえってなった記憶ある。学生ニート時代400話まで見た、すごっ。なんかさ、コナンとかさ、そう、なんかめっちゃさ大御所のさ漫画ってさ、あの話が多すぎてさ追いつけるか怖くならない？なんか私ナルトがめっちゃ気になって、なんかめっちゃ昔夏休みになんかナルトの なんかわかんないんですけど、なんかひなたっていうヒロインの子がめっちゃ可愛いが気になって、その映画を見たんですよ。でその映画をなんかナルトの知識全然なしで見たんですけど、全然なんかめっちゃ面白いけど、絶対これ元々見た方が絶対おもろいやろうなって思いながら見てて、でもなんか結局なんか時間なくて見れずにいる。あ、それ一番ラストな、あ、そうなんや。え、だからザ・ラストって名前だったの、あれ。なんかラストみたいな名前だったよね、あれ。そう、え、なんかワンピースとかもさ、でもワンピースは私めっちゃ昔から履修してるからワンピースはいけるんですよ。でも2年ぐらい時止まってるから、ちょっとそろそろ追いつきたい、めっちゃ話進んでるから。アニメ途中で見るのやめたの、そう、え、なんかやめるっていうかまとめてみたい派なんですよね、私。めっちゃもうなんかあのアニメとかも全部放送が1個終わった後にもうバーって見たい人で、こち亀はどこから読んでも、あ、こち亀はマジで面白い。思い出し笑いしちゃった。ごめんなさい。あのこち亀ってマジでめっちゃ面白いんですけど、なんか両津の眉毛あるじゃないですか。あの眉毛をね、こうなんか育毛剤みたいなのこうやって塗って、もうめっちゃこうやって伸びる話があるんですよ。もうあれがマジでおもろい。っていうのを今思い出した。見てください、何話か忘れちゃったけど。そう、こち亀1話完結やから見やすい。ナルトは息子のボルトにもつながるからめっちゃ長い。マジか。でもちょっと気になる、絶対おもろいやん、だって。両津読み丸なんていうの、勘吉って読まないじゃん、だってなんて読むの。プライムビデオに2024のコナン VS キットル、お、マジですか。私サブスク入ってるのに全然使ってないから、こういう時にちゃんと使わないとね。なんか2ヶ月ぐらい入ってるの普通に忘れてて、この前思い出してめっちゃ今見てます。ちゃんとプライムビデオね、 OK。 銀魂も基本1話、繋がってるけどなんか1話完結多いよね。呼び捨てファンタジー。桜田さんの必修漫画教えて。でもほんまに今やったら、私毎週水曜日チェンソーマンのおかげで日付感覚保ってるので、チェンソーマンかな。でもワンピースとかもあれ、でも最新の話はちょっとまだできない。ちょっと本当に読みたいんだけど、いつ読めばいいの。あ、みんな両さん呼びなんだ、両津のこと。両津やろ、両津さん、なんか年上だからよくないですね。早口で、こちら葛飾区亀有公園前発出所。あ、もう無理。コナンも一話完結。なんかでも話続いてるらしいですよ。あの続いてるっていうか進んでるらしい、あれ。私もなんかいつも事件が起きてコナン君が解決して終わりかと思ってたら、話進んでるらしくって、なんかあの黒の組織とかそういうなんかやつらがいるじゃないですか。でリサに、あの人たちはどうなったのって言ったら、結構進んでるっちゃ進んでるよみたいな。言ってた。, 笑った顔かわいい、やった。
ギョーツの眉毛伸びるやつ思い出して爆笑しちゃった一人で。めっちゃキモいよな思い出し笑いめっちゃしちゃうんやけどボボボボボボの舞台マジ鼻毛神経見れるってこと気になるそうなの、待ってドンパッチどうなるの。あ、ちょっと今離れた場所にあるんですけど、皆さんボボボボボボボ調べてみてください。どうやって実写化するの見たい、めっちゃあんま言っちゃいけないか。いやなんかでもね、ちゃんとワンピースマジで読みたいんですけど、だから自分が何巻まで読んだかもちょっといまいちわからないんですよね今。ところてんゲットしたよ。ところてんのすけ、あのフィギュアですね。私もいますそこに。香港から岡山に観光するつもりなんですけど、おすすめの観光スポットとかグルメありますか。でもやっぱ無難に美観地区かな美観地区のなんかねラーメン美味しかった。煮干しラーメンみたいな美味しい。あとなんかカフェめっちゃあって、なんか好きな食べ物によると思うんですけど、フルーツパフェとかもおすすめ。あったかくなったらね、いっぱいフルーツ出るのでおすすめ。美観地区は日本を感じられます。めっちゃ風流な街並み。今週金曜からブルーロックなぎくんね。マジか、ちょっと見たいな。それはちぎり票回しやったんですけど、いやでもなぎかっこいいよな。愛しりんもかっこよかった記憶ある。なんか3日ぐらいでアニメ見終わっちゃったから、なんか知識がちょっとあんま深くないからあんま喋んない方がいいかもしんないわかんない。でもめっちゃおもろい。サッカーわからんくてもおもろいもん。あれ駅前の桃太郎像じゃないんや。あ、確かに。あ、でもね噴水とかがねなくなるんですよね岡山駅確か。あと岡山駅のなんかタクシーの方乗る場所みたいなのところのポストになんかこんな桃太郎像みたいな、桃太郎のなんか何フィギュアじゃない、なんかあって、なんかねなんかねなんかねあるんですよ。なんかそれ見てほしい。この前岡山のラジオの収録の時に、そのなんか移動するときになんかポストの上になんか桃太郎がこうやってやってて、ちょ見てほしいそれを見てほしいです。じゃあなんか声カスカスなってきた。見てください。また寒くなるから気をつけて。え、そうなんですか。今めっちゃ暑くないですかやばい、声なんか急にカスカスなってきた。ああめっちゃ声カスカスなんか今何服着たらいいかわかんない。暑くないですか桃太郎像を調べてみたけど何とも言えんようにしててしまう。やばいでもあの結構有名な地上波テレビにその岡山の学生の子はその卒業式の時に特服着てなんか登るんですよ桃太郎像によじ登るんですよ。なんか知らんけどなんかそれがテレビで放送されててぜひ見てみてください。鳩めっちゃ止まってるで、あの岡山の像は鳩にめっちゃ好かれてる。今日配信で初めて声出した。いやそんなことないんですけど、
なんででしょうね。急にめっちゃ喋ったからかな。え、そう、今服着るの迷う。何着たらいいの。みんな何着てるんですか。え、ピュアノ掘らなかった。さすがにの登れないですよ。え、そう、結構有名なやつ見たことありますか。みんないい子。明日早起き頑張ってください。早起きするの大変だね。セーターティー決まって。確かに皆さん今暑いからね、ぜひ私のセーターティーを着てみてはいかがでしょうか。若菜さんが鳩軍団あやつって、若菜さん鳩怖いよ。なんかさ、大阪の鳩めっちゃ人慣れしてないですか。なんかめっちゃ歩いてても避けてくれないし、こっちもなんかこうやって行っちゃう。生誕やばい、めっちゃお腹鳴る。生誕ティーを部屋着にして、もう何でもいいですよ全然。え、何着よう。明日も何着たらいいか分かんない、どうしよう。おじさんが鳩にご飯巻いてた。え、そうなん。なんかそれってさ、普通にさ疑問なんですけど、やっていいことなの。公共の鳩に餌ってあげていいんかな。え、大阪の鳩、え、マジで人慣れしてる、避けてくれんもん。ユニバの鳩も慣れすぎてやばい、やばそう。なんでなんだろうね、怖くないのかな。なんかさ、スズメとかも逃げないじゃん。なんかさ、普通にこう道歩いててさ、自転車がさこう来てるのにさ、結構スズメとかさ、ハトギリギリまで避けないからさ、見てて怖い普通に。だってさ、危ないよとも言ってあげられないじゃん普通に。なんか大丈夫なのかなってめっちゃ思っちゃう。餌やりは基本良くない。あ、やっぱ良くないんや。ちょっとあげれる餌はそんな持ち歩いてないんですけどね。なんか一個学んだ。え、餌を使わずに鳩を当たるって操ってるか。え、何をしてるの。若菜さん。めっちゃおもろい。鳥、なんか街にいる鳥怖いですね。でも鳩はなんか福のあみちゃんが鳩めっちゃ苦手で、めっちゃ怖がるいつも。え、そう、自転車乗ってたらね、鳩怖いよね、逃げてくれないから。チャリ乗ってないんですけど、ちょっと最近怖い。で、普通に歩いてても怖いし、チャリ乗ってる人のさ、あの避けないから怖いよね。公式 YouTube で若菜さんが鳩を操ってるの見れるらしい。やばい、見よう。上にいると、あー確かにこう落ちてくるか怖いよね。一回中学の時にこう歩いてたら、こうなんか真上から落ちてきて、自分があと一歩歩くの早かったら当たるとこだったってことはあるけど、なんか普通になんか誰か追った気がする。なんかさ、肩にさ落とされたこういたわ。みんな鳩気をつけてください。鳩は年がら年中いるんで。彩香ちゃん自転車乗るの。でも最近は乗ってないですね。でも自転車乗るのめっちゃ上手いですね私。自転車乗るの、あの両手話とかめっちゃしてこうやって行ってた。でもなんか一回なんか小学校ぐらいの、なんかショールームでこんな話するの変なんですけど、なんか私結構両手話でチャリ漕ぐの上手くって、自転車乗れます乗れます。え、私自転車乗れないイメージありますか。めっちゃ乗れますよ、めっちゃチャリ漕ぐの早いし。で
めっちゃこうやって両手離してこうやってわーってこうやって、まあ、こんな感じで乗ったりしてたんですよ昔。こうやってああ結構いけるわみたいな、であ結構うまくねとか思っとったら、なんかいつやったか忘れたんですけど、なんかその高校生の時かな、なんか小学校一緒やけどなんか中学とかなんか違う人みたいないるじゃないですか。なんかそういう人がたまたまおって、なんか両手離して、しかも鏡持ってってめっちゃこうやって髪の毛直しながらチャリンコ漕いでて、なんか負けましたねっていうことはあった。チャリ漕ぐのめっちゃ早いですよ私めっちゃ器用じゃない？なんか近所その辺でなんかその辺のコンビニ行こうみたいなくらいのノリで行ってたら、なんかすごかった、めっちゃびっくりして、しかもなんかすごかったですね、あれ結構衝撃でした。なんかそんなめっちゃあれやったんですけど、うん、すごかった。なんかこういうのルームスでいつも話したいんですけど、ショールームで行っちゃった。なんかびっくりした、めっちゃなんか両手でさ、こうやってさ鏡見てさチャリこいで、一瞬だったんですけどびっくりしましたね。今ヘルメット義務？そうなの？夏暑いですねそれ基本毎日チャリ通勤、でもチャリ楽しいよなでもチャリは乗れますよ私。小学校の時とかもチャリで爆走してました、その辺を。あ、そうなんや、ヘルメットは。へえ風受けてるのに前髪直してるの面白い。そう、しかもなんか割とあんま騒ぐタイプじゃない人やったから、なんか余計にちょっと、あ、意外にすごい、なんて言ったらいいの、なんかちょっとなんて言ったらいいか分かんないんですけど、あ、プライベートだとめっちゃ前髪すごいこういう感じでめっちゃやるタイプってなったなんて言ったらいいんだろう、なんかちょっと言い方難しいんですけど、ちょっとびっくりしたなんかめっちゃ賢い感じの子やったんですけど、男の子ね、だからびっくりした。手鏡ね、あ、ちょっとなんかちょっとダメだ、もうなんかあんま喋らんとこ怖いいや可愛いよ、どこかいやなんかあんまショールームで言うことじゃないと思う。いやもうやだ、なんかあんま言いたくないですね。なんかその違うんですよ、めっちゃ真面目なタイプのあんま喋ったことない男子だったんですけど、なんか男子が手鏡持つイメージなくってそれでこうやってやってて両手離して、だからびっくりしちゃって、なんかでも普通になんか男子とか言うのあんま良くないかな、なんか差別みたいなんで良くないかなって思ったら、なんかめっちゃ変に喋っちゃってなんか意味わかんない話しちゃいましたね。やめようやこの話そうなんか、そう、手鏡って持ってるんですかみんななんかそれにめっちゃびっくりしたそう、今のね時代やっぱそういうのあるじゃないですか ね前の B2 公演でみんなでチャリでこけたトーク、え、わかんないしたっけ、みんなでチャリでこけたトーク、え、わかんない、私出てない日かもしれない。スマホが鏡代わり、え、わかる。なんか手鏡あんま持ち歩かないですね。あ、持ち歩かないは嘘ですけど、ごめんなさい。めっちゃ嘘ついちゃった。手鏡は持ち、でもなんかスマホでこと足りるよね。出てたけどトークに参加して、え、待って、ほんまに記憶ない。チャリでこけた？あ、でもチャリでこけましたね。こけ
え、チャリでこけたトークしたんかな、わかんないんですけど、私チャリでめっちゃね、まあそのチャリ漕ぐの早いんですけど、その分めっちゃこけたりもしましたよ。なんかそのよ、そのなんかめっちゃちっちゃい時にめっちゃこけて、それで顔怪我したことはありますね。その話かな、あんまわかんないんですけど。あ、こけて一回転、え、したことあるで、その話したんかな、やか。え、でも私じゃないですよね。あ、待って、これさくちゃんがさ話してたやつですか、なんかさくちゃんがチャリンコで一回転したやつですか、なんか、え、なんか私もなんか一回転、一回転じゃないか、あれなんか、でもさくちゃんはなんか綺麗に着地したみたいな言ってて、あ、それか、そう、さくちゃんがなんかチャリンコで一回転したらしいんですよ、その話をしてて。でも無傷だったらしい、さくちゃん、すごない？強すぎ。え、多分それですよね。で、私は何も喋ってない。多分多分裏で聞いてたかも。え、すごいよな、なんか私回ったことあるんですけど、そんな、なんかめっちゃ、なんか頭とかめっちゃ打った。なんで着地できたの、さくちゃん、すごくない？なんかさくちゃん絶対運動神経いいんですよね。なんか側転もできるし、体柔らかいし、さくちゃんめっちゃスポーツできる。え、回ったことあるって言っても、でも全然そんな、なんか綺麗なもんじゃなかったですよ、全然。うわーってなって。さくちゃんの生誕の日かな、かな、なんかあったような気がする。かわいいさくちゃん。ちょ、やばい、11時過ぎてた、ちょっとそろそろお風呂入ります。え、ってか待って、ショールームない子も変わってるやん。今気づいた、あの写真、プロフィール写真変わってますね。すごい、めっちゃ笑ってますね。逆上がりできないの、あ、私もできないんですけど、多分逆上がりできないキャラの人は池ほのかさんですね。見てください。めっちゃ可愛い、あ、やった、ありがとうございます。なんかめっちゃめっちゃ笑ってます。池さん、池さんですね、逆上がりできないのは。正しい足はどうなの、どうなの。いいと思います。え。どうなの、難しい。え、いいと思います。足は可愛い、やった。ほのちゃん逆上がり頑張ってるから、頑張ってるか応援してください。もう新しいアーシャね、なんかみんなめっちゃ笑ってるよね。え、この日メイクめっちゃちゃうくって、そう、ちょっとなんかオフショットあるかな、写真載せます。なんか、あれでした、めっちゃメイクがめっちゃ繊細な感じでしたね。なんかアイドルメイクとはまた違う感じのメイクでした。ちょっとオフショー見つけ次第載せます。リサとめっちゃ撮ったんですよ。リサちゃんめっちゃかわいい、リサちゃんかわいすぎる、リサちゃん。かわいかった、リサ。そう。メイク薄め、薄いかな、この日めっちゃ私濃いって思ったんですけど、人によるのかな。ちょっとリサちゃん可愛くてやっちゃった。
そうなん、まあ人によるんかな。私は好きですね、なんか笑ってるのが楽しそう。その辺の話こそ聞きた。アーシャの話ですか？なんかなんて言ったらいいんやろ。普通になんかなんかでもみんななんかその研究生とかも固定部屋じゃないじゃないですか。今回結構なんか洗練されたコンセプトって感じですよね。めっちゃアッピョンのアーシャ、アミヤ、アミの喋り方、アッピョンのアーシャ。あ、そう、制服じゃないんです、みんな白のシャツで。確かになんかちょっと雑誌の表紙、雑誌っぽいよね。なんかしかもあれですよ、一人一人に風吹かせてくれたんですよ、すごくない？こうやってそう、みんな風に吹かれてて、そう、あなたはどんな感じの化粧でもキラキラして、あ、優しい。めっちゃね、なんかいろんなメイクできるさせてもらえるの嬉しいですね。なんかこの日はめっちゃなんかどっちかというとなんて言ったらいいの、アーティストみたいな、洗練された感じみたいな。壁じゃもう変わってるんか、あの劇場の見てほしい。アミちゃんのものはですね、そのセリフまでするの。アミはアッピョンって言うから、アッピョン。普段は風、いや普段は静止画で撮るので止まってこう撮ってもらうみたいなやつなんですけど、この日はなんか風も吹かしてもらって、なんかいつもと全然、いつもっていうか私カペ社3回目とかなんですけど、全然違う感じでしたね。ね、なんか新しい感じがして私はね好きですね。全身バージョン撮ったかな、めっちゃ前だから覚えてないんですよ。アミちゃんとミヨチのもので本当に好き。ミヨちゃん、あーもう無理、ミヨチに会いたい、ミヨチに会いたいけどミヨチ忙しいよ。ミヨちゃん、ミヨチに会いたいですね。ミヨチ、ミヨチといる時の私めっちゃおかしいんですよ。なんかミヨチの前だとめっちゃおかしくなれるんですよね。ミヨチ、なんかね、ミヨチね、なんなんですかね、なんかね、ミヨチめっちゃ喋れるんですよね。なんか喋れるっていうか私めっちゃ喋っちゃうんですよ、ミヨチ。なんかわかんないんですけど、なんかめっちゃ、あ、リサの前でも変なんですけど、なんかミオチの前でも私変なんです、めっちゃ。ミオチが映る、あ、かもよし。なんかなんなんですかね、なんかね、なんかおかしくなる。なんか7時間じゃなくて10時間電話しましたよ。そう、年一緒やからっていうのもあるかも。話し方面白い、なんかゆっくりよな。なんかミオチと喋っとったら、私早口やから、ミオチゆっくりやから、なんか時間の差がこう。姉さんしなくていいか、いや別にみんなに、別お姉さんしてないですけどね、私みんなに、あーって。ミオチといるとあやぴょんゲラなイメージ、めっちゃゲラなる。なんかなんなんやろ、喋りやすい、なんかみんな喋りやすいけど、なんかミオチといると私変なんですよね。難易度したけど 1.5 倍くらい人生過ごしてそう。ミオチ、あ、でもミオチ1個上やからな、もう。難易度って何人ぐらいいる、メンバーさんでやったら、レイさん、ミカナさん、ユイナさん、ミオチ、私だけちゃう、あれ5人、5人しかいないのか。あとワカポンさんやな、だって N にいないやんな。で M にみかんさん、レイさんで、 B2 ワカポンさん、みおち、あ、違う、6人や。でも成人式一緒に出た時もっといたから少なく感じる。
全然アイプの下に見える。え、私も下だと思ってますね、全然。え、てかなんかね、全然話違うんですけど、なんか鼻めっちゃムズムズする、なんか花粉症になったかもしれない。熊本行った時から鼻めっちゃムズムズする、やばい。ちょっとすいません、本当に最悪や。熊本行った時めっちゃムズムズしてやばかった。この時期花粉やばい、やっぱやばいんだ。もうマジでめっちゃ鼻ムズムズする、もうやばいね。本当に全然話違う、くじくさん。あのほんまそれな。でも女子ってこういうもんなんですよ、皆さん知ってました？熊本は花粉と火山灰多いから。あ、じゃあ花粉じゃなくて火山灰だったのかな。今まで花粉症ではなかったの、なんか花粉症かなっていうのあったけど、本当に一瞬で終わるみたいな感じ。なんかくしゃみめっちゃ出る日が3日続くぐらいな、なんかどっちかというと風邪みたいな感じで。え、こっち帰ってきてもね、ムズムズしますね、やばい。めっちゃなんかムズムズする、今やばい、最悪や。花粉症とかさ、だって辛いやん。やばいな、やばい。お風呂入りますね、ちょっと。ちょっとやばい、なんか鼻めっちゃムズムズするっていう話したらめっちゃムズムズしだしてきた、やばいですね。頑張れ。頑張れ私。ということでランキングを読みます。13位永江さん、ありがとうございます。12位ひよこさん、ありがとうございます。11位トップティーのおしょうさん、ありがとうございます。10位くついもさん、ありがとうございます。9位さとくんさん、ありがとうございます。8位炭酸せんべいさん、ありがとうございます。7位よしもんさん、ありがとうございます。6位レオさん、ありがとうございます。5位チキンナンバさん、ありがとうございます。4位357050さん、ありがとうございます。そして3位さきしょうさん、ありがとうございます。2位いきなりだんこちゃん、ありがとうございます。もう忘れてた、やば、危な、いきなりだんご。よし、そして1位ぎょうすけさん、ありがとうございます。いきなりだんご、みんな忘れないで、みんなツイッターの名前いきなりだんごにして。さすがにそれはいいけど。花粉症向き合いたくないですね、ちょっと寝ます。髪型かわいすぎよ。もう全然ボサボサですよ。すいません、なんかもうずっと変な話してたけど、とりあえず今はいきなり団子を早く回収したいです。皆さんまた報告しますね。ということでありがとうございました。